相模原のね、よく聞かれるから、人だと分析で見ましょうっていう風になって、まあ最初の方を見てたんですよね、相模原1、2節ぐらい見て分析して、あ、今こういう状態だね、みたいなのは前の切り抜きになってて、今も、まあ、どっかと引き分けたけど、また直近の試合で負けてて、なかなか戸田さんのチームなのに上がっていかないな、みたいな。状況は良くなってるというか、できることは増えてるみたいな。 感じなななんだけど実際にはやっぱり勝てていい理由みたいなところで当然、選手の質要あるんだけど、ただその選手を集めたのもね、戸田さんだから。やっぱり理由としてあるのが、当然相手のスーパーゴール的なね、失点で仕方ないのも何個かあったんだけど、ただ、 キーパーの処理ミスみたいなのもあるから、もしかしたら、そういうところでこう、スーパーゴールが起きやすい原因が人のところにあるかもしれないっていうのと、何よりね、やっぱり、守備が、まず攻撃面で言うと、しっかり繋ぐのよ。で、キーパーからのビルドアップもするの。なんだけど、キーパーからのビルドアップの時に、サイドフロントを立たしちゃうの。これが、すごい細かいところ問題で、キーパーからビルドアップした時に、青が相模原だとして、こんな風にやって、で、相手がその試合は、蜂の辺だったかな。こういうファイバックのやり方。で、これって、 4バックだと、より一層、ここに、キーパーから繋いで、こういった時に、動作らしくハマりやすくなるから、ここでさ、この質求められるみたいな。だから、マドリーとかだと、ここでワンツーでかわしてとか、日本代表と相手が弱いチームだと、この現象あったでしょ、前も。で、ここでまずボール持たしていけないのと、ただこれを、5バックの相手の時やるんだら、まだ一つの考え方があって、5、2、特に3だから、この前プレ、この3の、シャドウの前プレが来た時に、ここが、前目にボール受けて、 ちゃんとファーストラインのプレスは買わせるみたいな。なんだけど、この後にちゃんと相手がこうスライドしてきた時に、結果この辺に蹴って失うみたいな。で、ファイブバックだから一人出てっても、残りの人数が多いから逆まで蹴れる能力がないと成立しなかったり、当てた後のワンツーとかすごい高度な技術要求されるの。だからそのキーパーからのビルドアップの時に、繋ぐ意思はあるんだけど、超えたところからちょっとアドリブ的すぎて、再現性の高い現象が起きにくいって言うんで。 で、これをじゃあ、キーパービルドアップするときどうするかっていうと、キーパー含めたときは4がいいんだよ。これなんでかっていうと、キーパービルドアップの形って、選手たちの足元のスキルとその時の立ち位置を完璧になじませないと、前までボール運べないから、人の質とチームとしての質が必要で、なおかつ、相手のプレスもめちゃくちゃ強度高いと、シティとかアーセナルも相手が強いとやめるじゃん。そのぐらいちょっと、ハイリスク、ローリターンの戦術なのね。現状、僕はそう思ってて、まあ実際に繋がらない方が強いじゃん、そういうチームって。どのチームも。 でも、それでも、僕が研究した中で、キーパー含めて4の形にすると何がいいかというと、このサイドにつけたときに、このサイドフロントさっき言った、はめどころになる場所を使わないまんま、次のラインにパス出せる。次のライン超えたところの選手。次のライン超えたところっていうか、ファーストライン超えたところで、相手の最終ラインと勝負するところの選手にパス出せる。で、ここを再利来たときに、1個飛ばして、宗教学の本で書いたみたいな、バルーンみたいな形もある。でも、これって、ここを横パスします。ちょっと難しい話だけど、ここでポイントの立ち位置、こう取ったらすよ。 ここに対して縦パス入れて落とすみたいなブライトン的な戦術をやることできるし、こうちゃんとポイント立てばね。ボールコーダー近いの斜めのだといのはナーミューショだけど。で、これの時に相手がこう来たらここ開くよでで、こう開くし。これに対して相手が動作合宿こういうふうにしてきたとしたらキーパー使って逆まで振りましょうみたいな。で、これをさ、瞬間的に全部判断しないと、キーパーからショートパス全部繋ぐっていうのは、相手がちゃんと動作合宿の守備してきた時にはできないのよ。これできるみんな。普通にあの、 J3 のそのシーズンから集まった若手もいろんな選手もいる中でむ、むずいでしょ。だから蹴った方がやっぱりキーパーからのビルドアップっていうのは効率がいいんですね。もう一つはショートパスからロングっていうのはロングパスからショートよりめっちゃむずいの。サッカーやったことある人はわかるけど、ロングキック蹴ろうとして、 相手が裏ケアしてって近く、近場に振りの選手いると、ロングの感じからショートに変えるのってできるんだけど、ショートパスって足元を置いたとこからやるから、ロングキックにするときにちょっと出さなきゃいけないじゃん。ワンタッチ多くなるし、ロングキックってシンプルに精度も低くなるから、結果そっちの切り替えってめちゃくちゃ難しいのね。で、キーパーからのビルドアップって繋ぐことを先にやらせると、ロングに切り替えたときに待ち合わせ場所が選手たちに共有されてなくて、失いやすくなる。で、その現象が結構多いのよね、相模原。 これが戸田さんの中でこうしてこうしてこうした繋がるっていうのが選手ができてない可能性もあるんだけど、ただその選手ができてないことを続けて、それによって順位が上がらないっていうのは監督の責任になるからっていうのがまず一個攻撃のところで。後ろから繋ぐにしては、あの組織整備が緩すぎるというか原則が浸透しきってないっていうのと、待ち合わせ場所を決めきれてないっていう。これは戸田さん自身の哲学と選手のあれの差なのか、なんか別の理由があるのかわかんない。で 一番はやっぱ守備。もうめちゃくちゃ簡単で、守備のところのロック、TG、裏ケア全部緩いんだよ、ね。だから、相手が裏にパス出せるときに、センターバック、2枚とも裏ケアしてなくて、裏簡単に疲れるようなシーンが目指すし、サイドからクロス入るときに、背中に入れちゃって、一つあった現象が、サイドからクロス入ってきます。そのときに、相手選手がこういう立ち位置を取ってんの。こういう立ち位置。このときに、このセンターバックが、まあも、もうちょっと言う。このセンターバックが、 視野の中に相手選手を入れないからどうなるかっていうと、こう走った時にサイドバックの責任なの。この選手がこういうクロスに対して行くのは。で、これを、この時にサイドバックが絞ってこのまんまここ触れなくてファーでやられたみたいなのがあるんだけど、ロックの現象を守ってると、特に距離が長いクロスに対しては、あの、いい現象を起きて何かっていうと、ここで視野の中入れます。こっちはゴールエリアよ外だったらチラチラ確認します。そうすると、まず、ここで触られる時に同一方向に対して、 ボールに対応できるから、こう、チラチラしながらやってると、ボール上げる瞬間って絶対こっちの視野になるから、ここでフリーになられるんだよ、フォワード。で、ここ対応するためにサイドバックが絞るから、それによって、大外がフリーになりやすい。でも、さっき言ったみたいにロックしっかりしてると、サイドバックの選手が大外の選手に対して、この選手の、この内側の人に対して注意払わなくていいから、大外の選手にマークつけるから、 ここの失点がなくなるんだ。なくなってるか確率が低くなるの、これで失点するって。だから、ロックの原則、ボールホルダーとマーカーを同一視ェで見る原則と、T 字の、ここを守ってる時に、このスペースに走り込んでくる選手に対して、ちゃんと、ここは他の選手、ロックしてる選手はケアできないから、戻ってくる重要なんだけど、これも薄い時あるんだよね。だから、何より、まあ、ディフェンスラインの選手が、 ロックと T 字の原則を覚えた方がいいんだけど、ただ J リーグの守備の教え方とか、みんな学生時代のサッカーとかそうだけど、ここロックの原則で守備を教える監督ってめちゃくちゃ好きだよ。だからゼルビア強いのよ。ゼルビアの黒田監督はこれロックをロックって言葉使ってないけど、腹で相手見ろっていうから、腹で見るってロックと一緒なんだよね。みんなの方からクロスが上がってくるときに、この人がフリーのフォワードだとして、この選手がいると、こういうロックの仕方してるとクロス上がってくる人一緒に見れるんじゃん。だからこれがどんな動きしてもついていけんだけど、これをちょっとでも、例えばこれをちょっとでも、 こう、こっち側に俺が入れちゃうと、みんな見るときとこのボード見るときはこう、こうなるから、こうなった瞬間にこうとかこう動かれる。でも、これがこっちで入れとると、こういう風に動いたときこうついていけばいいし、ファ行こうとしたらこうついていけばいいから、ここの原則が日本サッカー界に浸透してないから、今までの戸田さんの経歴とかでめっちゃ弱いチームとか、戦力的に差があるチームを引いてたら、多分ここにあれするんだけど、フォーカスーするんだけど、僕自身がこれ気づいたのも、自分が9対5とかで負けた試合の後なんですよ。 ゴール前に人がいるのに、なんで失点するんだろううちクロスでみたいな。で、いろいろ研究して、守備、失点少ないチームは、ロックやってるわ、みたいな。アーセナルも、強い時のバイルンも、あの、シティム。もしかしたら、戸田さんが今まで引いてたチームが、その、力量差がある相手を引いてない可能性ある。 だからちょっとね、なんか検索されて戸田さんに見られてとかになったら、僕、まあ戸田さんと一回しか会ったことないですし、関係性もないんでめちゃくちゃ嫌な関係になっちゃうんじゃないかってありますけど、今後会うかどうかわかんない戸田さんに気遣うより、自分の YouTube チャンネル見に来てくれてる人にね、いい話できた方がいいと思ったんで。守備の時のロックの原則、裏ケアちゃんと相手が裏にボール蹴れる瞬間に距離を置くっていうのを、ちょっと前プレイがかかってない時にやれてないから、裏やられるみたいな結構ある。 レオザフットボール TV っぽい、憶測なんだけど結構当たる話で言うと、あの、相模原のセンターバック2枚ともどちらもドキンパツなのね。あの、いつも言うけど、見た目派手な選手って結構そこ合理的な思考だったりとか準備力っていうのは低かったりするじゃん。結構見た目派手なセンターバックって裏ケア苦手とかさ、フリーにしがちってあるじゃん。それ身体能力でカバーみたいな。ってなると、相模原の2センターバックそうだったから、あ、そういうのもあんのかな、みたいな。だから、 相模原が今後伸びていくのはそういうなんか、ビルドアップの時に無理して GK ビルドアップしないか、待ち合わせ場所決めて、結構前で、あの、無理できる選手いるから、その選手のところを待ち合わせにするか、まあ、その攻撃はそのまんまだとしても、守備のところで絶対にロックと TG 守れないチームって強いチームないから、ロック、TG 裏ケアをできるようになるからね。ロックは教えてできるようになれなかった選手いないから、そんな感じですかね。 見た中であとはもう、僕が知らないだけでロックできるセンターバックが怪我してたりとか、前線で一人でキープして何とかできてる選手とかが怪我してたりとか、そういうのでもしかしたら、戸田さんも苦しんでる可能性もあるんでね。その辺はまあ、より一層相模原知ってる方が、なんかこう、僕以上にこう発信して。あ、そうで、これ言わなきゃやった、あのね、戸田さんインタビューでめっちゃ攻撃の重要性っていうか、やっぱ攻撃やることによって選手たちも楽しめるみたいな、っていう考え方なんで。 そういう、今言ったみたいなパターンで失点してた試合でも、最終的に五三になった試合が、大体、4-0に1回になったさ、チームが3点取り返せないじゃん。ずるずるいってそのまま。そこから3点取り返すとことか、あと、その、相模原サポーターの方への挨拶とか見てると、戸田さんそういう人望とかなんかその、モチベーター的な要素はまだ失ってないから、で、今言ったのは別に、じゃ戸田さん以外の監督ができてるかって言うと別にできてないから、僕だって GK ビルドアップや、ね、やってないですからね、今自分のチームで。 っていうか、やんない方がいいって判断してるし。そう、だから、まあ、それで言うとも、GK ビルダップは、また置いといて、守備のところはね、今、戸田さんだけはできてないみたいな答え聞かれたら嫌だから、絶対切り抜ける人とかここ入れてほしいけど、別にできてる人の方チームの方が少ないから、ただポテンシャルだけで守ってるみたいな。言うと、相模原の戦力もあるだろうしね、他と比べたときに。ただ、その、モチベーターとか、その、チームからされてる信頼とか、そういうので言うと、なんか、土地振る舞いとかはついてきたい、ね、かっこいい兄貴っていう感じだから、まあ、それ含めて、ただ、ね、 かっこいい兄貴って感じでいいよねみたいな話だとみんな聞きたくないだろうし、僕もそんなことだけふわふわしたね、なんか業界の人間関係気にして言ってるような自分は嫌なんで、まあ、ちゃんと分析をなりわいにして飯食ってる人間の、そういう、こう、ちゃんとした分析結果から言うと、守備面のセオリーから外れた部分の問題が、価値点を遠ざけてると思いますね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。では、ソフトボでした。バイバイ。